皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回は、信長内房新政、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、信長の力を借りて、駿府、ここを取りました。駿府はね、かつて今川の一大拠点だった重要な城なので、ここを取れたのは大きいですね。さらに、飯田城も取ったので、いよいよですね、この後、高遠城、ここを攻略して、筒子ヶ崎館へ進攻できる。そういう準備が整いました。一方でですね、北条が武田の味方をしたりという局面もあったので、今回はですね、まず、北条に対して交渉を行います。なんとか同盟を結びたいなと。そういうところですね。これで、北条と同盟が結ばれました。圧倒的に武田へ攻略することが容易になりそうですね。では、信長に対しても、引き続き、外交で親善を行っておきましょう。いざという時にね、頼りになるのは、やっぱり、信長ですからね。では、ゆっくりと時間を進めていきます。駿府城には、榊原康政を、そして飯田城には石川数正を配置してあります。いずれも超有料な家臣ですね。さあ、では高遠城ですね。ここの攻略を始めていきましょう。高遠城に部隊を送る出陣準備を行います。ちょうど今ね、武田軍は謙信との戦いに暴殺されているので、この機を逃さずというところです。北条から使者が来てます。確認しましょう。援軍や同盟延長要求、もちろん快諾します。では、出陣の兵が整いましたので、部隊を出していきます。さらに、信長に対しては、交渉、援軍を要請します。援軍は木曽福島城に部隊を出してもらいましょう。これで武田軍を木曽福島城に引きつけてる、その間にですね、我々は要衝高遠城、ここを攻略していきます。敵が十分に引き継がれてからですね、加藤義明が4人だったのか。これ、登用できたら大きかったですけどね。では、出陣していきます。高遠城に向けて、全軍で最短ルート、出陣です。遅れてはならぬ。敵もやっぱり木曽福島城を狙うよりかは、高遠城を狙ってきましたね。当然といえば当然かな。これは久しぶりに、大軍同士で武田と高遠城で激突すると、そういう展開にどうもなりそうですね。ちなみに出陣している中にはですね、もちろん忠勝、圧倒的なね、武力値を持っている忠勝、これを出陣させています。で、家康も、今回出陣してきているはずなので、しっかりね、家康を守ってもらいましょう。では現状ですね、信忠隊が武田の木曽福島城の攻略に入っています。一方ですね、勝頼も兵力を率いて高遠城に布陣ということになりそうなので、1万規模の軍勢同士の激突。これがこの後、この高遠城で発生しそうです。ここで勝利できると一気にね、武田領を蹂躙する。そういう構えができるかなというふうに思います。あとは、外交ですね。親善しておきましょう。上杉。ここに対しては、元忠を出します。心得ました。これでね、南からと北から武田を攻撃できれば一番いいかなと。さあ、甲州征伐。このイベントが始まりました。長篠の戦いでの大敗後、勝頼は家中での改革を急いだ。まあ、これはね、皆さんご存知の通り、長篠の戦いで、信玄以来の重臣たちが多数討ち死にしたことによって、まあ良くも悪くも、家臣団の代替わりが進んだと。そういうことですね。お耳に入れたきことが。ゆえつぞ。今こそ正気です。天谷信忠が調略に応じたと。信長は嫡男信忠を総大将に任じ、数正を補佐として甲州征伐を開始。まあ確かに、信忠が1万規模の軍勢を率いて、木曽福島城に入ってましたよね。イベントによって、まあ、残念ながら攻略を進めていた高遠城は信長の手に落ちたというところかと思います。まあ一方戦わずして我々は蒲原城を取りましたね。確認します。こんな状態になりました。そうなるとどうだろうな。筒ヶ関館攻略に動いた方がいいかな。ここはちょっと軍勢を返しましょう。武田攻めの様子なんですが、信長の軍勢は一挙に、これは、深志城、戸石城、小諸城、この3つの城を取りに行きそうですね。それに対して勝頼の軍勢が戸石城に向かっています。ここに勝頼がいますね。勝頼7000。これが、戸石城の防衛戦に入るという状況ですね。となると、東海地方の武田は、まあ、岩殿城もそうだし、つつじヶ関館もそうだし、この辺り、軍勢が空っぽですね。この好機能がすまいということで、改めて攻略戦入りましょう。信長も自ら兵を率いて戸石城に向かいましたね。戸石城では、すでに信長の手勢が攻撃を始めてます。それに対して勝頼自ら戸石城の防衛に入っているので、どうでしょう。興国寺、岩殿、つつじヶ関館、この辺りがガラガラですね。この隙に我々はこの3つの城を総取りしましょう。出陣です。ちなみに内政は着実に行ってます。あまりお見せしてないんですけども、軍開発をね、まずは充実させています。景勝が面会を求めて自らやってきたと。よろしいですか。ああ、景勝が武田との戦、やめようと。停戦か。残念だな。非常に残念です。まあ、しょうがないですね。はい、イベントです。まあ、景勝の仲介により、まあ、残念ながら、徳川軍としては武田を思ったように攻められませんでしたが、イベントで武田が滅亡ですね。勝頼は、小山田信繁の岩殿城を目指すか、正行の岩櫃城を目指すか、まあ、どちらに落ち延びるかという話だったんですけども、これね、残念ながら岩殿城に行って、信繁の裏切りに遭うと。そういうイベントですね。ここで死ぬが定めか。まあ、これによってご覧のように、織田の領地が爆増しましたね。まあ、ただ、どうなんでしょうね。木曽福島城は、景勝がかろうじて抑えたので、まあ、甲斐信濃と、まあ、畿内一円が織田領二つ分割されていると。まあ、もちろん、我々徳川勢は、信長と同盟関係にあるので、まあ、このね、徳川領を通じて繋がっているとはいえ、まあ、そういう状況になっているということです。もうちょっとうまく立ち回れたかなというのはあるんですが、まあ、まずはね、武田攻略して、全部で3つの城獲得してます。飯田城、駿府城、神原城。まずはよしとしたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。